はい、皆さんこんにちは、タートルです。今日はですね、美脚のためのスクワットというかデッドリフトをね、紹介しようと思います。足をね、細くしようと思ってですね、スクワットをやってるんだけど、前のももばっかりね、効いてしまう人っていうのは、スクワットをやっても逆に前のももが張ってしまって太くなってしまう人がね、結構います。もちろんワイドなスタンスでスクワットができれば、もものね、裏側ハムストリングによく効いてですね、前ももの張りがなくなってきて綺麗な太ももになるんですけど、だけどね、ワイドなスタンスができない人がやっちゃうと、もう何やっても前ももに効いちゃうんで、前のももが張って硬く太くなります。そういった方にね、今日はスクワットをやめてこのデッドリフトをやってもらいたいです。じゃあいきます。用意するものは普通にバーベルを使いましょう。もちろんペットボトルとかでもいいです。まずですね、足肩幅にしてですね、つま先はちゃんと前を向けときます。このまま少し膝を曲げた状態で前にかがんでいくんですけど、重りは足のつま先を目指して下ろしていきます。太ももからすねまでね、重りを這わしてそのまま降りていきます。で、前体重にならないようにお尻を後ろにお尻を出してですね、膝を伸ばしすぎず曲げすぎずで少し膝曲げる程度ですね。このままつま先の方に向けて重りを下ろしていきます。ここの状態でお尻の位置でですね、太ももの裏に力が入っているのを確認してください。お尻が前に行っちゃうとつま先体重になって前ももに力が入りやすいです。なので、お尻を後ろに出して膝を伸ばしすぎずかかと重心で下ろして、ゆっくりお尻を出したままゆっくり上がっていきます。もう一度いきます。お尻を後ろに出したらももの裏に力が入ります。その状態でゆっくりゆっくり下ろしていって、下で少しキープします。そしたらお尻を前に出さずに後ろに出したまま、膝がガクガクしないようにゆっくり戻ります。前から見るとこうです。足肩幅、お尻を出しながらゆっくり降りていきます。で、ゆっくり戻っていきます。この時にですね、背中の角度と上がりきった時の姿勢、降りた時にはここの腰がですね、腰が丸くならないように、丸くなると腰を痛めます。ここの腰は90度ですね。ここの腰しっかり反っておきます。反ったまま体を起こしていって、上がった時にこの出たお尻というのはキュッと、ここの見えますかね、上がっていく過程でこういう風に上がってきて、この最後に出たお尻をこういう風にお腹とお尻をキュッと締めてまっすぐになります。で、お尻を出しながら降りていった時に、上がってきたらこのお尻をキュッとお腹とお尻を締めます。で、あとは一緒です。降りていって上がった時にまたこのお尻の姿勢をギュッと、といった感じでね、やってみてください。もうスクワットをして太ももの前に効く人は、前と後ろのバランスがもう悪いですから、もうとにかくね、このデッドリフトを軽い重さからやってみてください。で、バーベルとかがね、例えば軽いのしかない人は軽くてもいいです。重たいのがある人はどんどん重く、ある程度まで重くしていって、しっかりハムストリングに効かしましょう。で、この回数なんですけども、だいたいゆっくり降りて下で 2,3 秒止まります。で、またゆっくり上がっていきます。で、これゆっくり動きますんで、割とね、結構効いてきますんで、なのでだいたいまあ5回ぐらいをゆっくりやって、それを少し間を空けて3セットですね、やると効果的ですね。ぜひね、ハムストリングしっかり効かしてください。そして必ず筋トレとセットでやってほしいのは、こういうデッドリフトやった後はハムストリングがもう硬くなってきますんで、しっかりストレッチをしてですね、最後筋トレ後にはストレッチをして終えるようにしてください。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.